アコンを倒し、ここまで来られたのは人間としては大したものだ。奇跡的とすら言える。褒めてやるぞ。だがここまでだったな。この私が相手をすることになってしまった。戦士たちの大誤算？迫る魔人ブーの復活。ふん、ナンバーワンの貴様がもうご登場ってことは相当焦っているらしいな、貴様らは。ふん、無駄口を叩くのはそれぐらいにして、さっさとかかってこい。ダメダメ、お前を倒すのは僕の番なんだ。なんだと？舐めるのもいい加減にしろよ。バビディ様、戦いやすい場所に移動させてください。この人間に私の力を思い知らせてやります。わかったよ。パッパラパー。よし、早くあいつを倒してピッコロさんたちを助けなきゃ。なんか力が出ないぞ。お前もそろそろ腹が減ってきたはずだ。暗黒魔界の王の力を教えてやろう。私を舐めたことを後悔させてやる。行くぞ。あらま、行くぞ。あ、うわ、お、止まった。スーパーサイヤ人の壁を越えたスーパーサイヤ人。死ね。何やってろ。もたもたするわけにはいかないぞ。この私の悪いふざけたことを。あいつ思ったよりずっと強いじゃねえか。ふん、それにしても勝てない相手じゃない。情けないやつだ。ガキの頃の方が強かったぐらいだぜ。あいつ本当にサボってやがったな。チッ、イライラさせやがる。ん？ご飯が激闘を繰り広げている頃、ビーデルは天下一武道会会場へと引き返している途中であった。ビーデルさん。あ、ゴーテン君、なんでこんなところに？うん、トランクス君がみんなを追いかけようって。パパたち、なんか面白そうなことをしてるんでしょ？ずるいじゃん。あのね、みんなは遊びに行ったわけじゃなくて。仕方ないわね。事情を説明するわ。というわけなのよ。それでみんなそこへ。もう魔導士、魔人、すげえ。聞いたかよ、ゴテン。うん、面白そう。
ちまさか行く気じゃ。急げ、早くしないとパパたちが敵をやっつけちまう。やだやだ、見たい見たい、マジブってやつ見たい。ゴー、やっー。嘘、その頃ご飯とダーブラとの激闘は未だ決着がついていなかった。くそ、イライラするぜ。よし、この俺が終わらせてやる。そりゃねえぞベジータ、やらしてやれよ。別に完全に負けてるわけでもねえんだしよ。こんなお遊びはどうでもいいんだよ。俺はこんなことさっさと終わらせて貴様と早く蹴りをつけたいんだ。そのためにあんなくだらん武道会に行ったんだぞ。バビリー様、とてもいい発見をしましたぞ。これで復活しますぞ。マジ、おい、逃げるのかお前。逃げる違うな、このダーブラが戦うまでもない。なんだって？どういうことなのダーブラ。奴らの中の一匹にとても強い邪神を持った者がいたのです。あれほどの邪神があれば十分こちら側に引き込めますぞ。そうか、同士討ちをさせればエネルギーはたっぷりいただき、そして魔人ブーはついに復活。なんだってあいつ。よくわかりませんが、自分が戦うまでもないうってつけの戦士が見つかったって。見つかった、見つかった。ジュンはどういうことだ。使わせてもらうぞ貴様を。はあ、ん、やはりそうか。ベジータさん、悪い心をバビリーに利用されようとしているのです。無心になりなさい、何も考えてはいけません。うるせえ、抜かすな。いいぞいいぞ、もうこっちのもんだよついでに秘めているパワーを限界を超えて引き出してあげよう。うわ、ベジータさん、あんなやつに操られないで。ベジータ、しまったいいぞいいぞ、ではいいところで戦わせてやろうか。パッパラパー。ここは武道会場。なんだあいつら。突然現れたぞ。さあ、なんと言ったかな。ベジータ。そいつらからエネルギーを奪うんだよ。思いっきり戦いな。うるせえ。俺の目的はカカロットだけだ。他の奴らなどどうでもいい。な、
なんというやつだ。まだこの僕に完全にコントロールされないでいる。こんなやつは初めてだ。まあ別にいいけどね。おい。バックブロック。逃げろ。ベジータ。さあ、俺と勝負しろ、カカロット。これ以上死体の山を増やしたくなかったらな。いけません、孫悟空さん。ここで戦ってしまったらバビディの思うつぼ、エネルギーを吸収され、確実に魔人ブーは復活してしまうのですよ。ベジータ、君をオラに本気を出させるため、わざとバビディの術にかかり、自制心をなくしてあんなことをした。違うか。なんだって。こうでもせんと貴様は俺と戦わん。たった一日で貴様は二度とこの世からはいなくなってしまうのに、邪魔が入ってしまったからな。そんなことで、たったそれだけのことでこんなバカなことを。バカなこと？バカなことだと？この俺にはそれが全てだ。魔人ブーのことなんかどうでもいい。こいつは俺の強さを超えやがった。同じサイヤ人でありながらこの俺を抜いたんだ。圧倒的な力を誇っていた王子であるこの俺をだ。こいつに命を助けられたこともあった。許せるもんか。絶対に。バビディ、周りに誰もいない場所に帰ろう。オラはベジータと戦うことにした。お待ちなさい。どうしても対決したいというなら、この私を倒してからになさい。お父さん。わかりました。お好きになさい。すまね、カヨシー様。望み通り場所を変えてやるよ。パッパラパー。あなたたちは心置きなく対決なさい。私と孫悟飯さんはこの入り口を壊してバビディやダーブラたちと戦ってきます。ショックを与えて魔人ブーが出てしまってもしょうがないでしょう。どうせならあなた方のダメージエネルギーを吸ってフルパワーにさせてしまうよりはマシですから。運が良ければ復活を食い止めることができるかもしれませんしね。そうはさせるもんか。ベジータ、やめさせるんだよ。邪魔者は始末しろ。さあやれ、やるんだ。断る。海王神たちが何をしようと、俺の勝負には関係ないことだ。何？もう一度だけ言うからね。海王神を片付けてしまうんだよ。さあベジータ。言ったはずだ。俺はカカロットと戦いたいだけだと。俺は誇り高きサイヤ人の王子なんだ。貴様の家来になんかなってたまるか。体と心は支配されても誇りだけは思い通りにならんぞ。信じられない。バビディに支配されながら逆らうことのできる人間がいるとは。それほどまで
オラと決着をつけたかったんか、ベジータ。こんなこと初めてだよ。なんというプライドの高いやつだ。構わないではありませんか、バビディ様。どちらにしてもあいつの役目はエネルギーを奪うことなのですから、むしろ海王神たちはこちらに呼び寄せた方がよろしいかと。無理に船に衝撃を与えられて魔人ブーがパーフェクトな力を持つ前によみがえっては面白くありますまい。なるほど、そうだね。パッパラパー、あ、ようこそ。ベジータ、ベジータ。おあつらえ向きのいい場所だ。そう思わんか、カカロット。おめえからダメージを受けて魔人ブーのエネルギーにしたくねえ。最高の力で早く終わらせてもらうぞ。楽しみだ。あの世での修行の成果とやらを見せてもらおう。さすがだな、あの時のご飯以上のパワー。こりゃ早く終わりそうにはねえな。行くぞ、殺してやる、かかって。相当の修行をしたつもりだがな、敵の互角なんて。おめえはオラ以上に修行してたんだな。確かに貴様以上の特訓はしたと思うが、貴様は俺のさらに上を行く天才だ。
きやがって。自分が俺ともあろうものが家族を持ち、悪くない気分だった。居心地のいい地球も好きになってきてしまっていたんだ。だから元の悪人に戻る必要があったんだ。おかげで今はいい気分だぜ。本当にそうか。あの地球人に勝てる自信はあるんだよね。当然です。あんなゴミ間違いなく片付けられます。ん？こうも一気にエネルギーが。そうか。お父さんたちはスーパーサイヤ人をさらに超えたレベルで戦ってるんだ。だから そのダメージもものすごい。出る。魔人ブーが出るよ。どうせフルパワーになってしまったのなら、せめてこれぐらいの抵抗はしてやる。空っぽだ。違う。そんなはずはない。出てこいったら、魔人ブー。残念だったな、バビディ。魔人ブーは今の攻撃で消滅してしまった。私はバビディをねじ伏せてみせます。あとはあなたがダーブラを倒せば、バビディの野望は完全に消え失せるのです。すさまじい気が膨れ上がっている。これは。え？あ、さっき玉のところから出ていた煙が。雲？いや、さっきの煙が集まっています。おい、あれ